全てがトリッキーですよ。いやこれマジ皆さん多分参考になると思うんですよ。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。さあ2003年のバルガイズのツアーの協賛なんですよ。それを意識してきた。マジ協賛好きなんですよ。協賛好きなんですよつってレモンドを飲むこの辺から始まってまいりますこの動画は。ということで皆さん今日はナザレの皆さんに来ていただいてありがとうございます。どんな S か。マジで協賛好きなんですよ、ね。ってとこでですね、まああのゲストの方を迎えした時のこれ恒例なんですけど、はい、ナザレといえばいろんな声使いはるじゃないですか。まあそうですね。もう楽曲もなんかピロピロしてるし、うん、割とテクニカルな。テクニカルですよね。そうですね。っていうとこでいろんな声色を使い分けて歌ってらっしゃるミオ、はい、さんにも、はい、シャウトのコツというか、はい、ポイントというか、はい、伺っていきたいと思っております。はい、やったー！わかんないですよ、はい。僕のイメージですけど、はいはい、割と暴れ散らかしてるじゃないですか。まあ、あんまり意識的にこうスタートしようみたいなのはない。そうですよね。もう感情に任せちゃってる。そうですよね。感情のトロでしかないとは思うものの、まあ、なんかどっかになんかあるんじゃないのと思ってて、あーでもなんか僕はあれっすね、うんうん、他とは被らないような出し方をずっとしたくて。わかる。なんかみんなよくあるうわっみたいな、うんうんうんみたいな。そういうのまあなんかちょっと時はあるかもしれないですけど、あんま好きじゃない。なるほどなるほどなるほど。もう独自の色を、そうですね、追求してるっていうところですよね、うん、なるほど。じゃあちょっとこう他と変わったところで攻めていこうというスタンスがあるわけですよね。はい、そうですね。っていうところなんで、ちょっと今日はその辺を詳しく伺っていこうかなと思っておりますんで、はい、ぜひチャンネル登録もお済みでない方ってよろしくお願いします。あとは、ナザレの、情報等々概要欄に貼っておりますので、はい、そちらもチェックよろしくお願いします。というところで、本編いっちゃいましょう。OK です。じゃあちょっと早速、はい、他と変わった感じ、はいはい、路線で攻めてらっしゃるというところなんですけど、はいはい、どうですか？まとめてもらった結果、どんぐらいありそうでした？もう3、4個ぐらい。3、4個ぐらいある。ぐらい。結構。結構あります。意外とね。こだわりポイント。いや、そりゃそうですよね。こだわりが強いですよ、この人。だいぶ。じゃなきゃったらディランぐらいの話なんかさせない。この項目をちょっとじゃあ早速伺っていきたいんですけど、一つ目は？一つ目は、うんうん、そもそも僕、シャウトって2種類出してて、はい。吐きと水が。そうなんですよ。そうですよ。まずここポイントですよね。そうですね。が、基本的に息の量はほぼどっちもない。おぉ！なるほど！ないですね。息を使わない。使わない。すげえ！鳴らします。マジか。マジか。鳴らすんだ。なんか、うん、なんだろう。はい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 。吸いとかも、かぶるんですよね、うん、他と。ああ、そっか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 。で、吐きとかも、はい、うんみたいな。はいはいはい、はい。そうやると、やっぱ僕は息の量がいっぱい出ちゃって。はいはいはい。なんか、他と差がないから、個性がないな。そうか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 、そういうことですね。そうです。まずここなんですね。そこが僕は結構、一番重点に置いて、出るぐらい大事かもしれない。だからむしろ1個目出てきたぐらいの感じですね。そうですね。確かにセオリー的には息っていっぱい使うべきなんです。特に最初は。ああ。特に最初は。で、上手くなってきたら抑えていくっていうのも全然ありだし。はい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 。っていうのがあるんですけど、そうなんですね。基本抑えるんですね。基本的にはもう粒だけみたいな。粒、そうですね。もうなんか、はいはい。もうなんかディストーションみたいな。まあ、オーバー、結構僕、オーバードライブ寄りだとは思うんですけど。はいはいはい。うん、なるほどなるほどなるほど。粒が荒い。はい。粒が、とにかく荒く出してるんで。うがい感結構あるんですよね。そうですね。ミオさんの仕事。だいぶ。っていうか、多分、聞きたいと思いますわ。なんか、やってみると。やってみると。まずじゃあ、吐きと水があるわけですよ、ね。吐きと水があります。どっちかいきます？吐き？吐きからいきます。吐きからいきます。じゃあ、吐き、やると。うんうんうん、くわーい！いやでもこれが吐きですね。え、ローはどんな感じですか？やべえ。これちなみにあのウロボロスの日本武道館のオブスキャの一発目のシャウトです。わかる人はわかる。50人ぐらいわかる。これが吐きっすね。わかります。息は確かに漏れてないんですけど、うん、圧はやばいっすね。みんな多分ちょっと想像してたのは、息使わないんだみたいな。あー、なんかそのちょっとこうある種小綺麗なまとまった感じなのかしらみたいな、はいはいはい、思った人いるかもしれないけど全然。聞いた、まあ、結構汚い
音は出したいな。なるほど、なるほど。汚さのベクトルが結構違うかもしれないです。ローはね、汚かったっす。ローはバッチクソ汚かったっすけど。よかった。おかしいんだよな。本当に。確かにちょっと、ニュアンス違います。今まで出てもらった方と。まあ、だいぶ変えたいなとは思って出してるんで。すげえ。これがじゃあ、吐き。これが吐きです。はいはいはい。水はどんなんですか？水は、これが水です。半端ねえ。ロングトーンのビッグスケールができるんですよ。おおおおお。ってできるんですよ。なんか飲み物を取る余裕がある。まだ余裕あるぐらい。全然できるんですよ。すげえ。エコやな。ライブ中はやっぱ吐きと吸いができるんで、はいはいはい、吐き使って息切れたら吸いに切り替えて、うわ。でまた吐きにするとそのサウンドで呼吸ができるから。一生できる。本当に一瞬切り替えるそのタイミングぐらいしか、そういうことっすね。音が途切れないんで。めっちゃすげえ。めっちゃこれ楽っすよ。そっか。じゃあ吐きも吸いも息使ってないから、つなぎ目なくいけるというか。まあ比較的そうっすね。すごい。音量差も、今聞いた感じ、そんな、ある種、ないというか。あ、ほんとっすか。両方でかい。そうですね。うん、水は特にでかいかなと。でかい。ホイッスルの音量やばい。自分でもうるせえなと思う。やばこれを皆さん、息あんま入ってないんですって。入ってないですね、全然。これはポイントですね、なかなかね。これ1個目。これ1個目ですね。うん。2個目は?2個目は、うん、なんか口の開け方。おう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 。開け方。なんか鏡とかなんかファークとか言ってたじゃないですか、これ。その時もなんか口なんかもうこんな入れながらあいつ、わーってなってるんですか。僕、口開けないんですよね、あんまり。あ、口を開けない。あんまり開けない。アイデアルって曲とかもあるんですけど、はい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 、で基本的に使うそのグロールに部類してるやつが、はい、その口をほとんど開けてなくて、うん、なんかこの横の方だけを開けて横を使うんですか。そう、横を使ってこれで出してます。新しすぎません？なんかでもこっちの方がスル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 、確かに全然口は開けてないですよ。ずっとこのまま。そうやってたんですか。そうなんですよ。気づかんかった。なんか、ジャックオンサイってやったら、みんな、こんな感じになるんで、まあ、やっぱ差が欲しい。いや、それは差になってますよ。やっぱ個性は大事ですね。まあ、上手い下手の基準わかんないですけど。こんな人いるんだ。すげえ。横。横っすね。これ多分ね、初ですよ、このチャンネル史上。口をあんまり開けないで横で。いや、そうなんだ。びっくりしましたわ。なるほど。なんかね、すげえそれ。エフェクトかけてるみたいな音出るんですよね。出ますね。これで僕はもう、あ、これ俺の個性にしようって思って。アーティストやなそれすごいっすよ。これ2個目ですね。これ2個目です。ありがとうございます。3つ目、首の角度。はい。そうですね、首の角度はだいぶ意識はしてて。はい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 。僕基本的に左向かないと絶対音が出ないんですよ。なんか変な音出すときは右向くんですよね。なんか吐きは、何そのシステム、吐きは斬新っすね。うーだと出ないんですよ。あ、なるほど。うーん、口向くと僕は綺麗に落とすんですよ。はいはいはい、水も、なるほどね、よりもおお。あー、出るんですよ。何そのシステム。だから僕、水のときはこっちで、吐きのときはこっちで、ことを結構やってるんで。こうしてるんだ。モードがあるんですね。吐きと吸いで分けてます。アシュラマンやん。そうなんですよ。だからこれで、なんか喉の締め具合がこれで変わるんで。うん、いやー、でもそれは、実は理にかなっていて。はいはいはい。で、これはね、真面目なところなんですけど、はい、歪みの組織って、やっぱこうギュギュギュって寄るんですよね。寄るし、そこにこう空気が当たるから、声が歪むんですけど。その寄り方とかって、人によってやっぱ変わるんですね。その左右差がある。左右差があるもんで、その角度とかこう、曲げ方によって、より締められる場所が、人によってこれは違うんですけど、はいはいはい、あるんで、ミノさんは多分こっちを向いた時の方が、その変な声出す筋が稼働しやすいっていうところで、そうですね、それ意外とやっぱなんか勝手にそうなりますよね。勝手に見つかりますよね。なんか気づいたんですよ、ね。ライブ映像見てて。そう。気づくと、そこを鳴らしたい時はこうなってんな、みたいな。そうなんですよ。がなる時とかもやっぱ気持ち左上なんで。やっぱ、ふわーっていうよりも、うんうんうん、あーって。あー、でかい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 、めっちゃでかいですよ。
こっち向いたからっていう以上にでかかった。普通に。変な音出したいから、やっぱ変なことを覚えなきゃなと思って。すべてがトリッキーですね。でもこれマジ皆さん多分参考になると思うんですよ。なんか、うん。こうじゃないとこもいいかもしれないですね。うん。まあ、だいぶ大事にそこは意識してますね。そうなんですね。ちょっとその皆さんのモードにちょっとこう着目しながら、ナゼルの映像等々は見てもらうと面白いかもしれないですね。そうですね。ライブとかもぜひ皆さんね、見てほしいんですけど。お願いします。ありがとうございます。はい。もう一個ぐらいあるんですか？これもう一個はなんか、その、鳴らしてるポイント、うん、はい。声を鳴らすポイント。そうですね。なんか、まあ、それこそさっき魔法だとちょっとこう、わーって、まあね。ちょっとやりましたね、リレーを。やったんですけど、うん、まあ、その時にやっぱ気づいたのが、僕は比較的やっぱすごい奥で鳴らすんですよね。奥。奥。喉の奥で鳴らしてるんだけど、うん、鼻で、なんか出てるのは鼻なんですよね。そう。僕はこれが一番楽なんですよね。いやー、不思議ですね。なんか飲み込んでる状態、うんうんうん、水とかもやっぱり結構、なんか咳払い。おお。なんか、まあまあね。っていうよりも、うん。で鳴らしてますね。すげえ。結構変だと思ってる自分で。飲み込むんだ。飲み込んでますね。吐きの吐いとかも、うんうんうん、このなんか、はい、もう結構多分一応僕これ吐いとして使ってるんですけど。まあ高いですよ。吐いですよ。けど鳴ってるのはかなり下なんですよね。ここら辺で僕鳴らしてでも鼻には当たってるはずなんで。当たってますね。倍音だけは強めに出すようには。すげえ特殊だな。マジトリッキー。まあ、被りたくないがゆえに。そっかそっか。こういうのしかできなくなってしまう。すげえわ。それ例えば、はい、ずっと奥でやってるんですか今まで基本的には。多分ホイッスルも全部、水も全部奥です。へえ、音によらずなんですね。音によらず全部、まあ、口の中のその開け方はやっぱ変えるっすけど。はい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 。じゃあポイントは本当基本的に奥でずっとやってるんですね。もうそうですね。ここを固めて。固めて、あ、なんかここを固めるんだ。はいはい。いやここなんかずっといいってやってる状態よりも。こういう感じ。あ、そうです。こういう感じになってる感じね。でもやっぱ奥でやってる。でもこれも多分結構奥なんです。水もやっぱり。うん。全部奥でなってます。すげえ。すげえデパートやー。すーごー。デパート。全部そうなんですね。全部これです。ああ、なるほど。これもヒントですね。皆さんにとっては。うん。すげえ。以上4つ。4つです。勉強になりました。ありがとうございます。いやありがとうございます。ありがとうございます。この4つがあるからみんなと違う。感じになるんだな。そうですね。っていうのがめちゃくちゃなんか、ね、こだわりポイントです。もうね、そう。ちょっとこの動画ね、やっぱ皆さんその納得いただけたと思うんですけど、はい、やっぱね、こだわりがあるんですよ。うん。かなり強いです。自分のね、世界がね、めちゃくちゃちゃんとある人なんで、それでやっぱこの唯一無二感がやっぱ出てるし、で、まあ、その唯一無二だけど、やっぱそのいろんなことができるし、音色もかっこいいというところで、すごく合点が来ましたんで、皆さんみたいな声が出したい人、いろんな声が出したい人、ぜひ参考になると嬉しいですということで、はい、今回の動画良かったという方、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方、ぜひこの機会によろしくお願いします。はい、お願いします。ナザルの情報等動画欄に貼っておりますので、はい、こちらもチェックよろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。ありがとう。うわこれマジで、マジででかい音。やばい。